こんにちは。海進整骨院の加藤正樹です。今回は尿路結石の予防の仕方についてお話ししたいと思います。で、尿路結石っていうと何かおじさんがなるようなね、そういったイメージがありますけども、最近ではすごい女性にも多くなってきています。で、大体男性ではそうですね、30代から50代ぐらいの働き盛りの年代に多くて、女性では閉経後50代から70代、そういった方に多く発症しています。尿路結石っていうのはですね、血液中のカルシウムの濃度がぐっと下がります。そうすると体ではこう骨からカルシウムを分解してですね、カルシウム濃度をぐっと補おうとするんですよね。その結果一時的にカルシウム濃度がぐっと上がって、そういうのが続くと尿路に結石ができてしまいます。で、そのカルシウム濃度がぐっと下がってしまう、その要因として一つは腎臓の機能の低下っていうのがあるんですよね。ですので、その尿路結石の予防としては腎臓を温めるってことが大事になっていきます。で、方法はまあ蒸しタオルとか、あとはまあお風呂にしっかり浸かる、まあ、そういうのでもすぐ大丈夫なので、まずしっかりと腎臓を温めてください。そうすることによって腎臓の働きっていうのが良くなっていきますので、尿路結石の予防にもつながっていきます。ですので皆さんも気になる方は試してください。では皆さん、またお会いしましょう。さよなら。